それでは、と。じゃじゃん！はい、来ました。まず、もう絶対来ると思ってた。はい、ゴリラ。だって、ゴリラ、ただのゴリラやん、これ、もう本当に。ただただゴリラなんだけど、これは、ありえないと。ゴリラがツインテールしてるだけなの。違います。はい、これ犯人。違います。誰が犯人やねん。違います。次。え、これね、サンズの、最後のサンズ戦の時に出てくるビーム出すやつ。違います。で、逆になってるし、違います。そんなアンダーテールとのコラボはございません。いや、違うって。出た。クワガタ。もういつもクワガタされる。今回はどうやってクワガタにするのかと思ったら、もうシルエットガン無視だ、この辺の。いや、これおかしい。で、これ絶対おかしいでしょって思って、僕はもうこれはもう採用しないと思ったんだけど、なぜかいいね数が結構ついてて、え、みんなこれ求めてんのと思って一応入れたんですけど、なんか左下の野号が可愛いとかいうね、コメントもあったんですが、いやいや、可愛くないだろ。勘弁してください。こんなのおかしいでしょうが。これはさ、ネタだけどすごいよね。すごいけどネタだよね。皆さんこれ何だと思いますか？まな板だよ！こんな細かく切り取るんじゃねえ、まな板を。誰がまな板やねん。違います。これも全く違います。本当に。最初何かと思ったわ。手抜きかなと思ったら、まな板じゃねえか。誰がまな板や。木目いらんねん。うちわエビ。いや、無理やりな。これ無理やりすぎる。この辺なんやねん、この辺。うちわエビの服着るわけないでしょうが、僕が。ちょっとクワガタに対抗するのはやめてください。エビで。はい、次。いや、ちっさいよ。ね、これちっちゃいよ、これ。これ帽子にもなってないよ。これクワガタじゃん、ただの。僕関係ないシルエット乗せただけでシルエット。違います。クワガタじゃありません。忍者か。忍者だよ。これ関係ないじゃん。全然シルエットも。これ忍者なんよ。これも違うね。これも最初も似たようなのが、あともゴリラですから、これただの。違います。こんなゴリラじゃありませんよ。これアクタンね、これ。これミナとアクアです。ちょっと、確かにシルエットちょっと似てるなっていうのを気持ちはわかりますよ。気持ちはわかるけど、これまんまアクタンね。これもアクタンの宣材写真ですからね。違います。さすがに、そんな、